こんちやすけです。ということで今回はですね、ソードフィッシャーガンスミス紹介ということで、こちらの内容でね話していこうと思うんですけども、新しくねバトルパスで来たバトルパスレベル21で出てるねこちらの新武器ソードフィッシャーなんですけども、まあ、こちらの方ね今回ガンスミス作らせていただいて、まあ、およさんとねデュオで回った動画見ていただこうかなっていう感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけねもう結論から話すと、正直普通に使う分にはめちゃくちゃ弱すぎて使えないって話なんよ。普通のサイトだったりとかそういうので使うと使えないんですけど、今回はね4スコ仕様にした時にめちゃめちゃ強かったんでね、まあ、腰打ちの方もね割とまっすぐ飛ぶんですけど、4スコがねもう本当にドルンって感じでね、バースト銃なんですけどめちゃめちゃ使いやすかったんで、ぜひね動画見て参考にしてみてくださいということでね、最後にガンスミスも乗っけるんでね、ぜひ最後までご覧ください。僕らのチャンネルではね検証系の動画を中心にいろいろな動画出してるんで、チャンネル登録まだの方はぜひ登録していただいて他の動画も見てくださいということで、それでは行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。今回はソードフィッシャーのねガンスミスの紹介ということでやっていきたいと思います。 OK です。まあガンスミス拾うまではね適当にやっていきたいと思います。はい、青行くとこない。リバータウンね。 Yes。 OK。これさ、あのフライト、このウィングスーツって言うんだっけ、なんだっけ、うん、これをさ、ジェット機みたいなやつやめたんだよね。あ、そうなんだ。そう、すげえ静かでいい。ジェット機みたいなやつ。あ、ワンパン降りてるわ。ジェット機みたいなやつなんか説明がむずいな。シューンってやつわかんねー。触る。あ、あ、あ、青、青色のやつか。あ、そう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 。あー、なるほどね。そう、あれやめたんだ。すげえ静かでいいわ。あの、従来のウィングスーツ。ストレス感じとるやん、もうウィングスーツで。あ、そう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 。おい、こんなとこで、オーデン出るなよ。楽しいじゃん、イベント。ワンパン俺やろ？いや、ワンチャン今のヘリ、そうかもしれん。それでったんちゃうかな。あー、可能性あるな。いたー。おるやろ。おい、危なー。エコー持ちだったんだけど。エコーに勝つんかい。任せろ、任せろ。奥いるな。オッケー、カバー行くわ。あ、上かこれ。どこにいんのこれ。あ、いる。なんか残念だったね。こっちはね盾なんですわ。盾フラッシャー。盾フラッシャーった。強っ。まあ、盾フラ強いよな。勝てねえよな、正面で盾フラかまされたら。これもなかなかあれやな、ね、年季入っとる迷彩やな。うん、結構前の迷彩やなこれ。どれ。あ、この盾これそうやっけ。多分、あ、違うかな。まあまあ昔の迷彩に感じるけど。あ、ほんと。移動しましょうか。おーい、射撃場のヘリ動いてんな。あ、そう。うん、動いてるわ。あ、ほんとだ。あ、ヘリ取りたいな。あれ行こうぜ。強奪しに行こう。強奪しに行く。ちょっとこれ拾ってから行こうか。あ、これな、見てるよこっち。あ、そう。The airdrop is coming。 おい、見てはねえわ。見えただけだ。なんだよ。あれ、強奪しに行くか。 OK。 右から回る感じにするか。あ、右からの方がいいね。この屋根上取った方がいいんじゃないかな。おお、すごいことしとんな。おい、無理や。最悪なんだけど。あ、奥。屋根上に、あ、なんか右から回るわ。オッケー。左一人おるでね。了解。おい、残念でした。一人だったやん。もう一人撃ってるわ。ナイスー。ナイスー。
わ、角間がや最高。まあ今の屋敷がやられても俺が後ろからカバーに入ってたというスーパープレイでしたね。ああ、まあ俺やられなかったんだけどな今のは。まあ、たまたまな、たまたま。ああ、体力見てみ、やられんかったんやけどな。ああ、途中で盾を出すっていうね、めちゃめちゃいい判断したから、うん、やられんかったんやな。すごいね。あ、ヘリ、あれ壊せるぞ。来た。盾溜まってないんだよね、俺まだ。いいよ。俺んとこ来たわ。あー、ヘリ取られた。嘘でしょ、最悪。判断いいな。あれどこ行った？ちょっと箱取りに行くか、それより。あー、そうだね。うん。じゃあ、あの性格悪いやつ倒してえな。うん。でもなんかあいつじゃない気がする。あれなんかボットに感じるんだけど。気のせいかな。ヨナシカに？ヨナシカにかもしれん。あの右から撃ってるやつは62ぐらいにもいるな。ボットやないあれ。全く当たらないよ。めっちゃ弾抜けするわ。ナイス。箱は？あー、こんな辺か。こいつだな。よし、よし、よし、行こう。よっちゃん、よっちゃん、よっちゃん、ナイス。やすけ足速くね。いやいやいや、そんなことないし。シーター？なんで？だってもうなんかめっちゃ先の方にいるじゃん。このレベルでチーター使っとったらやばいと。いや、 1.1 倍速みたいな。若干若干バレないぐらいのチート。やばすぎでしょ。 1.1 倍はおもろいね。あー、ヘリ来たわ。オッケー。ヘリじゃなかった、ね、あれだった、あの箱落とすやつやった。何箱落とすやつって。ヘリ来たと思ったらフライトの飛行機だった。しかも蘇生フライトだし。うん、間違えることだってあんだろうがよ、そんなの。いやいや、なんで怒られなかんの俺が逆に。怖いんだけど、ちょっとすごい怖い。やすけさんって人。さあ行こうか。あれまで行く。そうだな、ちょっと箱を拾いに行こうな、うん、とりあえず。そうそうそう。で、モッドは角間が長射程、精密が一番いいです。オーケー。あー、ボタン変えないと。ボタン変えないと。降りるぞと。降りたと乗るの一緒だから。連打すると降りちゃう。普通なかなかできんのよ、そんななんか登って降りるの。あ、おるおるおる、なんかおるよ。オーケー。あっすー。あっすー。おやさん、コルダイト、それさ、2個出してくんね。そしたら、俺拾いに行かんで済むくね。ああ、いいよいいよ、出すわ。うん。普通に考えたら分かるんだけどな、それ。おやさんが、ソードフィッシャー出せねえってことはな、コルダイト2個出してくれりゃ、もう1個拾いに行かんでいいやんってなるんだけどな、普通は。ん？はい、落とした。はい、行こうぜ、モンコおじさん。あのね、ヤスケの持ってやった、これ。そうやで、飛んじゃねえや。落ち度があったら元気よくなる人。いるよね、そういう人。人に落ち度があった瞬間、めっちゃ元気になる。うん、めちゃめちゃ上げ足取るやつとかね。そう。自分の時は全然話聞いてないのに。ああ、そういうタイプ。この辺、この、あ、痛い痛い痛い、家のとこ。あ、いるよ。桜、プレイヤーだな、これ。あ、プレイヤーな、プレイヤーか。おぉ、当たらんかった。ちょっとやりきれんかったけど。上取りまーす。こん中や。はい。なんか犬もいる。強っ。おい、それ、その距離、その距離、それか。おい、おい、すごい。どうですか、使いやすくないですか。いや、めっちゃ使いやすいね、ヨンスコ。やすけガンスミス、素晴らしいわ。でしょう、うん、めちゃめちゃ使いやすいよね。たまにはいいガンスミス組むやん。
皆さんこれめちゃ強いんでぜひ使ってください。まだ4スコめちゃ強いって多分僕ぐらいしかいないんでぜひ使ってください。あ、少数派だからね。そうそうそう、いや違う違う、あの一番最初に広めたっていうね、あのマウント取っとく、ここで。オッケーオッケー、そしてここがあ、ボットいるわ。ここでこの強さよ、強い。あー、なんか余裕でワンチャン素直にも打ち勝てるぐらい精度いいな。いや全然打ち勝てる、止まってる時ワンチャンね、めちゃめちゃ抜けるから。うんうん、しかもこのクロスヘアの真ん中に素直に飛んでくね。あー飛んでく、あ、そんなにね、そうそうそう、偏差も少ないから割と、うん、縦の偏差はいらなくて、うん、横移動の横の偏差だけ、ね、そう合わせなきゃいけないんだけど、うん、運転うまいな、ほんとだろう、もっと褒めろよ。ジー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 、運転ジージー、運転ジージー、いねえなー。あー、ヘリあれやるか、上から上から撃ち落とそう、上から撃ち落とそう、こっから。突っ込んできた。やれ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 、飛び上がった、来たよ、盾出すわ。あ、4スコでいける、割った割った、わー、ちび盾になっちゃった、取りやったよ、ナイスー。ボケランがこの辺かな、あ、屋根裏、屋根上、買い替える、買い替える、オッケー、買い替える、あれ抜くわ、抜いちゃってちょうだい。よーしゃーい、肩肩強い。ポルターがさ、縦フラで解除されてまった。あー、先日出した動画ね。あー、あ、見てくれてるわ、ちゃんと。違うね違うね。ボットが近くにいます。よう、めっちゃやり合ってんね。あとちょっと、つえー、マジで。マジ？ほう、またあれやな、腰打ちのせいでもいいんだよな。腰打ちマジね、一直線やでね。おい、キキャ、これ見る、ちょっと今、ちょっとあれだな、何欠点って上げるとすると球の消費が激しいぐらいやな。ああ、そう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 、めちゃ激しい。うん、そこだけ割と、うん、もう全然使える武器だと思うわ、これは。中遠距離では割と使えるね。うん、ちょ、パケ拾いに来てえな。そうだな、じゃあ行こうか、キネ欲しいわ。あぶね、引かれると思った。あぶね、ちょっと左に避けたんだよね。バレてた、あぶね、ちょっと避けたんだ、バレてた。チョンチンじゃないね、バンバンなんだよ。もう止め方がうまい、だろう、もっと止めて、トロやもん。それなんコールダイトで倒してもった。いや、さすがにこの距離は無理やろ。腰打ちしようよ、腰打ち。あ、なるほどね。あ、俺んとこ俺な、腰打ち行くわ。あ、プレイヤーだ、違った、持ってった。いや、腰打ちも普通に強くて草。いや、腰打ちも普通に強くて草。いや、やっぱ通過やすいな。ちょっと試し打ちした時にすごかったもんな。普通使いやすいわ。あと、プレイヤーかだと思いたい。ボットくせー。うん、あと一人やもん。あー、じゃあボットだな。やっちゃいます。はい、ジジイ、ナイスジジイ。怒るかと思った。そんな短期じゃねえよ。いやいや、あー、そうか、そっかそっか、ジジイジジイ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ソードフィッシャーのガンスミスということで、まあ、見ていただいた通りね、4スコの場合だったら結構使えるんじゃないかなって僕とおよさんはね考えてるわけなんですけども、まあ、そちらのねガンスミスがまあ、こういった感じになるんですけども、僕らがやった中ではねこのガンスミスが一番使いやすかったなっていう感じなんで、まあ、こっからねアレンジしたりとか、まあ、これを参考にね自分のガンスミス組んでみてくださいっていう感じで、正直ね4スコ以外腰打ちもね精度結構高いんだけど、あのバーストのね間があるじゃないですか。5発打ったその間で結構打ち負けちゃうんじゃないかなっていう感じなんで、4スコ以外はね結構使えないかなって僕らなりにはね思ったんで、まあぜひねガンスミス参考にしてみてくださいということで、この動画がね参考になったという方は高評価の方を押していただけるとね、僕らの動画に対するモチベーションってのはめちゃめちゃ上がりますんで、よろしくお願いしますということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。